はい、どうもナヤタです。では、ヒロトラパワーチャレンジやっていきます。ライフステージの12、スカンドフロア、アスツートガヒミコをレギュラー編成して8ターン以内に2ターン以上戦闘不能にならずにスコア2900以上出せということですね。はい、やっていきましょう。チーム編成はやっております。ちょっとやっぱ変えまして、ファーストフロアはこんな感じ、スカンドフロアをこういう形にしております。でどうしてもちょっときっちいなってなったら、まあこんな感じでいいかなと思います。で最終フロアもちょっと変えました。なのでこれでちょっとやってみましょう。最近なんですけどね、ヒロトラ、一応アップデートが来て、今日10月の28なんですけどね、一応更新はされてるんですけど、ただですね、更新されてる割には新しいイベントが告知されてないんですよ。これってどういうことかというと、結局ね、一応スタミナもすんごい溜まってて、一応イベント用にね、溜めてるんですけど、ただあまりにも更新が来ないんで使う機会がない状況なんですよ。これってね、やっぱちょっと不具合がまあ生じてたところがあるみたいで、まあお知らせ見てもらったら分かるんですけど、ちょっといろいろあったみたいで、その影響もあるんでしょうかね。全く情報が更新されてなくて、どうなってんだろうっていうのが正直あります。だからあまりにもやることがないんで、まあこうやってねタワチャレやってるような感じですね。だからまあこう時間にあまりにもやることがないっていう状況であれば、まあこんな感じでね、ちょっとできていないタワーチャレンジをやるっていうのも一つの手かなと思います。全然ダメ。これで3ターン目ですね。まあ弱点属性なんで、そこまでは苦労しねえか。さあ、ターン数は問題ないですね。あとは2900ポイント以上取れたかどうか。余裕でしたね。ではラストフロア、ここどうだろうな。回避ついてる状態なんで、これでいきましょう。
ここはクロスルートでいいかな。私に任せて。私に任せた。全然ね、ホークスとポチャコ育成してないんで、正直弱いんですよ、この二人。あとはで、多分またキャンペーン来ると思うんで、それでちょっと育成をしっかりやろうかなと思っております。これお茶子死にそうだね。まあ一応回避ついてるんで、まあなんとかなるでしょう。倒してくれたら OK。 はい、まあショートが強い、とにかくこの地タイプの。よし、勝った。この調子でいくぞ。はい、無事クリアとなりました。問題は次だよね。次がいけるかどうかが微妙ですけど、まあ頑張っていきたいと思います。ダイヤ150個はでかいんでね。はい、というわけで今回の動画は以上とさせてもらいます。多分ね、いけても15がね、結局戦闘不能にならずにクリアしないといけないんで、ここが無理かなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上とさせてもらいます。よければまたチャンネル登録もよろしく。それでは失礼します。ダンタでした。